はい、こんにちは、かずぼです。まずは続きをやっていきたいと思います。今ね、こういう状態ですけど、前回ね、幽霊屋敷クリアしました、ハロウィンのね。それで、多分ここの線路の右の方だと思うんだけど、多分どっかから行けると思うんだよな。イースターって場所に行きたいんですけど、確かね、どっかあったと思うんだよね、行ける道は。このゲーム広いんで、ある程度把握しとかないといけないので、ね。だから要は、やっぱり合ってっかな。この右にイースターって書いてるじゃないですか、ね、今矢印のとこいいんですけど、あそこまで行くんか。多分もう行っちゃっていいと思うんだけど、それか、なんかドラゴンがどうにかすれば、いいんかな。でも、でも、敵戦いながら行った方がいいか、さすがに。敵が逃げ出したらダメでしたし、逃がさないかんね、このゲームすごいよね。レベルは上げないときついもん。いきなり敵の強さ半端じゃなくなるから、お、いいね。HP 上がれ。おー、いいね。アナが100超えてなかったから、お、やっと100いった。まあ、このぐらいあってから幽霊屋敷行った方がいいかも。お、新しいのできた。デスバーボット。強い。あー、そこそこ強いな。ここ抜けていいんだよな。あ、そっか、砂漠があるんだ。砂漠があって、これなんだっけな。あ、そうだ、ここに、メロディーあるね。多分どっかに。どっかにあるぞ、メロディー。ん？怪しげな気配が。私は良い人の屍です。だから襲いかかったりしませんよ。屍。サボテンは、抜けたね。エナジーロボ。エナジーロボまずくね。これ爆発しなかったっけ？ねえ。おー、やめて、マジやめて、マジ怖い。全然、もうふざけんな、本当にマジで、このゲームは。あのね、爆発して食らうじゃないですか。これね、まあ、先の話なんですけど、マザー2とかもあるんですけど、ないか、どっかに。オメガソーサー。いや、マジかよ。なんだ、せっかくワギア使ったのに。まあ、そこまで強くはないか。オッケーオッケー。あ、これかな。違うか。サボテンがあって、家とか、ここら辺か？あっ！カズボの子に何か問いかけてきている。これだ。ほら、サボテンはなぜか歌うとせっす。こんなんね、すごいよね、これもね。メロディーが、あ、5個目だ、やっぱり。
これを覚えて、広。なんかしらあったもんね。死体に話しかけるなんて度胸ある子供だな。そりゃそうだ。何覚えたんだ？ああ、線路あるね。多分こう線路の先に行けばいいんだと思うけど、多分砂漠なんかあんだよね。あ、なんだ。アドベント砂漠、遊覧飛行はいかがかね。なんで遊覧飛行って。わしは前の前の戦争の時、この砂漠に地雷を埋めたんじゃ。全部掘り起こしたつもりだったが、どうしても一つだけ見つからん。気をつけてくれよ。え、マジで。これなんかあったな。地雷が一個だけあるって。あれだけかな。あ、なんか出てきたね。変換と、あ、守りのあれ使ってんのか。つかないときついよね。のサボテンを、どうにかするのかな。砂漠なん、え、なんかなかったっけ、ここ砂漠って。あ、イースター来たね。ここら辺だわ。あった。僕は門番だ。お前は誰だ。ウィーン。え、なんだウィーンって。パパやママを連れ戻してお願いします。連れ戻してお願いします。さて、2たす3は5、8引く4は4。俺はいつも勉強しているんだ。パパは留守です。だからお金のことは分かんないけど、僕は、え、他は僕がちゃんとやりますから安心して泊まってください。あ、ラッキーだね。さっきの飛行機なんか乗れた記憶あんだけど、その後だっけな。ここだったかな。いいフライパン、エアガン。さて、ここにちょっとパン置いとくか。結構お金貯まってると思う。あ、3万だって。いや、食べるじゃない。やめてくださいって言ってた。渡す。上がるかな。今ね、アナが41で、ロイドが69、41と69ね。41、69。25、減った。96。ブーメランの方がいいんだ。なるほどね。よし。砂漠だと思うんだけど、ちょっとここら辺情報収集しよう。
ガリクソンさんちの赤ちゃんはなんか変、絶対変、なんかすごい気がするわ。ここイースターだもんね。多分ここにも来るんだけど、広いよな、ここ。いつの間にか街の外出るし。おっぱい。なんで？なんで？お姉ちゃんおっぱい。意味わからん。なんだ、飲みたいのかな？パパやママ、連れ戻してお願いします。ママ、寂しいよ。子供たちしかいないのか。ここまだ先なんかな？ちょっと砂漠行ってみようか。ですよね。結構効果持続すんね。あ、これだ。これ乗れるのかな。あ、はい。どのコースがいいかね。A コース、B コース、C コース、C コース。チケットの半券はなくさないようにね。すごいぞ。この半券を10枚貯めると戦車に乗れるんじゃ。嬉しそうじゃな。半券10枚集めんだっけ、これ。上に行けば、こんな感じです。砂漠の上、上だ。あ、関係ないとこまで見せてくれんのか。C だと。ああ、なるほどね。まあ、なんかタワーみたいなのあったけど。広いよな、これ。まあ、あそこにもいずれ行かなくちゃないんだけど、そうね、これなんか乗れた記憶あったから、多分ここなんかイベントあったな。確かあったと思う。線路があって、ここを通ってきてどうなの？あ、砂漠に行くわけね。ここは後だね。多分 A コースとかやると砂漠の周りなんじゃない？まあ、全部見ようか。チケットの半券。1、2、3。10枚。ん？待って。4、5、6、7、8。はい。すごいぞ、この半券。まあ、戦車に乗るらしいんだよね、多分ね。まあ、多分ね、というか、戦車乗れた記憶あるってさっき言ってたじゃないですか、自分。多分乗れんですよ、あれ。B ってこっちの方見れんだ。砂漠って、ああ、これ自分の家だね。動物園でしょ？まあ、思えば、広いよね、これ。まあ、マップが広すぎて、歩いてるうちどこだこれってなるから。あ、そうだ、それでサボテン今見せてくれんだね、あれね。なんだあれって言ってみるのが、本当はもうこう先来るんだろうね。で、10枚集めると乗れるって言ったから多分10枚集めんだけど、まあ、あそこ行けとかここ行けとかそういう話だからね。ですよね。うん、これ半券。
あ、10枚貯まった。よし、戦車に貸してやろう。嬉しそうじゃな。で、ここになんかあったよね。これ確かこれ乗っていかないとダメだったような気がするんだけど。あったあった。はい、来た。え、R7037。そうだね。聞かねえだろうな。跳ね返した。戦車壊れてしまった。いいのかな。これでここ行けんだけど、お猿。ここにいる猿は嘘つきが多いから気をつけなよ。でかいって、ここ。これ一周するパターンか。私はレディーを。気安く話しかけないでね。はい、俺本当は男だよ。うふ、大丈夫か。いい話があるんだけ聞くか。はい、あのな、友達は大切にしろよ。そういうことだ。知的好奇心のないやつめ。海の見える町では新しい仲間に出会うであろうぞ。とにかくまっすぐ歩け。真実ってのはまっすぐ行くところにある。あ、そう。お、サイパーストーン。あ、え？下に行って、どこだこれ？一本道か？パワーストーン。なんもない。こっちで合ってんのかな。宝ねえよな。引き返せ。そしてつまり引き返したくなかったらそのまま行け。まあそうだよね、そのまま行け。俺のスピードに追いつけたな。大したもんだ。ほれ、いいものやるぜ。なんかくれたもん。スピードカプセル。置いた方がいいかな。サイパーストーン結構あんね。敵にないね、そういえば。あ、守り使ってっからかな。右に曲がって左に曲がるといいものがあるよ。右に曲がって左に、あ、俺はここ猿どもは信用していない。嘘つきばかりだからな。右、左、左、そして右だ。右、この辺りには女神様がいるんだぞ。嘘つけよ。本当にいんのか、そんなの。あ、なんかあんの、あれ。嘘、猿の言うことは嘘ばっかりだと思うなよ。失敗したな、本当。こんなところに来ちゃってさ、失敗だったよ。私が猿のボスだが、他の猿たちの嘘つきぶりに頭を悩ませおる。まっすぐ進んで右に出口がある。ふふ、俺って猿に見えるかな。はい。実はタヌキなんだ。化けてるのさ。嘘つけ。ランランラン。あ、このメロディーのことは気にかけないでくれ。ああ、なんもねえのかい。ほら、無口な猿だ。ほら、喋りが苦手だ。な。喋り、お喋りなんだ、本当は。問題なし。違う。ゲームなんかやめちまおうぜ。いいえ。まあ、しょうがねえか。これ範囲やったら消えそうだよね。なんてな、とかね。怖いからやめとこう。
マザーはある、そういうのを。こんなところでリセットしたら、たまたまにはセーブしてないのに。この奥は行ってはならん。行けってことかな。ほら行けってことだ。何が言っても、あれ、あら、マジカント、あ、これもしかしてドラゴン戦えるかな。これもしかしたら、もしかするかもしれませんけど、どうなんだろう。そっか、そういうことか。ここ来ないと多分戦えないんかな。あれぶっ壊しちゃったけどいいの、あれ。よし、じゃあ結構進んだので、まあちょっとドラゴン見て、何もなければ何もないと思う。多分ここまで来ないと戦えないんかな、もしかしたら。あれ多分戦えると思うんだけど、なんだかんだこのマジカンとね、中間地点だわ。あの物を預けたり、まあ生き返らせられるし、危なくなったらこう目の追い針で戻ってきたら早いし、ここでねただで回復できますんで、そういう、まあ出るのがちょっとだるいけど、まあしょうがない。それはで、今いるとこと結構あんま春ぐらいの経験値持ってますので、だからここで今ぐらいのレベル上げようと思えば上げれるかもしれないね。もう何回も来てんで、最初ねどこだっけってなったけど、もう何回もこれな。多分10回以上余裕で行ってるもん。これで、じゃあ、これで、多分あのドラゴン、戦えると思うんだけど、メロディー多分あれだと思うんですけど、ダメか。あ、ドラゴンが目を覚ました。私より弱い者にこの楽譜を渡すことはできない。うわ、出た。怖いから、ディフェンサー。なんかこれ、効きそうだよね、フリーズ。お、ファイアベータ。あ、食らうな。危機的状態になった。マジかよ。ボスじゃねえの。ドラゴンは意外と素直に古い楽譜を見せてくれた。この、あー。貴様、あー、まあ強いね。普通に戦ったらね。え、これで？あ、6個だ。ってことは、さっきの、イースター。に行かなくちゃないので、そこまで行っちゃうか。行っちゃうかの前にすげえ遠いので、ちょっとそこまで次回行っとこう。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあメロディーあと2個なんで、まあやりながらでいいかな。メロディーのとこはすげえね、探した記憶あるんですよ。他のとこは全然覚えてないけど、さほど覚えてないけど、メロディーはね、あれ、ここから出んの？え、どこだこれ。あ、イースターついたじゃん。ここだ。やった。じゃあ先、どうだろう。パパやママ連れ戻してお願いします。じゃあこの先のイベントだったんだ。あ、砂漠もなんかあんなと思ったけど、あそこ通んないとダメなんかな、ドラゴンって。ん？東湿地帯。あ、怪しいやつはやっつけるぞ。湿地帯多分これ抜けなくじゃないんだろうね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。次回ね、このまま湿地帯行きたいと思いますので、もうちょっと戻れないのでね。まあ、頑張ってやっていきたいと思います。
よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。